特集です。沖縄音楽の母と呼ばれる作曲家金井菊子の人生をたどる公演が先月、金井の地元宮古島市で開催されました。宮古の偉人ともいえる金井の音楽は島の人々の心にどう響いたのでしょうか。沖縄本島から南西へおよそ360キロ、海の美しさはサンゴの林を育て、大地の恵みは君ヶ岳を茂らせ、人間の知能は都城府となって美を紡ぎ、人情の厚さは歌となってほとばしった。宮古島の子守唄と島の美しさを語る朗読で始まった金井菊子物語 in 宮古島。沖縄音楽の母、宮古島出身の作曲家金井菊子。日本人女性として初めて交響曲を作曲したパイオニア的な存在ながら、これまであまり知られていませんでした。その功績を金井に扮して朗読で表現するフリーアナウンサーの宮城さつきさん。おととしから金井プロジェクトを立ち上げ、さまざまなイベントを企画し、先月満を持して金井の地元宮古島での公演にこぎつけました。この土地で生まれたからこそ芽生えた感情がいっぱいあったと思うんですね。その宮古に限らず沖縄出身ということで背負わされたいろんなものがあったと思う。だからこそ反骨精神も生まれただろうし、金井が作曲活動をスタートさせたのは昭和初期。沖縄や女性に対する偏見が今以上にあった時代に、クラシック音楽に沖縄民謡の旋律を散りばめるという今までにない音楽を作りました。もしかすると雛が浴びた可能性もあるので、それを実行する勇気っていうのも多分おそらく強い心だったと思うので、この公演のこだわりは、音楽を愛する宮古島の人たちで金井の人生を表現すること。宮古島吹奏楽団の団長戸守則明さんもその一人です。今くらいなんとなくだらっと動かこの時期はひたすら地味です。普段は農業を営む戸守さん、うっそうとした木々は夏になるとたわわなマンゴーの実をつけます。木が全部一本一本違うので同じ作業なんですけど、やり方がちょっといろいろ変わったり、なんで続いてるかなっていう感じですね。30歳を過ぎるまで関東でホルン奏者として活動していましたが、8年前家族が営んでいたマンゴー農家を継ぎました。もう帰るんだったらこれを商売にするのはやめよう。子供たちはとっても盛んなんで、そこの裾野を広げるって言ったらおかしいですけど、楽しく吹いてるおじさんもいるよくらいのおじさんで入れればいいかなと思って、もうスパッと足洗って島の楽団の団長として農業の傍ら音楽を楽しんでいた戸守さん、金井公演への参加は音楽家として十数年ぶりの挑戦とも言えました。あそこまでシビアな曲をやるっていうのはほぼほぼないんですね。やっぱ一回本気でやって遊ぼうっていうのがいいかなと思って一回本気でやってみました。
かい。ちゃんと数えてよ。しかし、島の偉人ともいえる金井が手がけた音楽は、想像以上に難しい挑戦でした。トランペットなんですけど、やっぱキーが高いので、はい、だからその高音を出すのがすごい難しい。本当になんか仕事の傍ら練習してもしても一からやり直しっていう、もう繰り返しで。普通だったらあんなに高い音は出ない、書かない。あの当時の沖縄負けないぞっていうあれが、それにそのキーの高さに現れると思うんで、その高さも金井さんの情熱というか、そうです、その思い入れがやっぱりそこの辺にあると思うし。練習は苦戦しましたが、楽しい時間も。金井が曲に散りばめた沖縄の旋律を感じると、音色を奏でるその体は勝手に動き出します。もう刷り込まれてるなって感じるのはもうそこですね。何も言わなくてもすんなり合っちゃうんですけど、ワクワクしてくる部分がとってもあって、自然と音楽のこのメロディーなりリズムを聞くことによって、なんとなくみんなが湧いてくるみたいな感じがあるので、昔現役の頃にこう演奏活動してた頃に使ってた脳みそが逆にちょっと引き出しが開き始めて、ちょっと夜中にあれ聞いてみよう、これ聞いてみようが始まったりとか、昔結構そうだったんで。ともりさんはプロ奏者として音楽に向き合っていた頃の情熱を呼び起こしていました。金井喜久子さんが沖縄に来て書かれました琉球ラプソディーを演奏していただきます。宮古島の吹奏楽団が演奏するのは1953年、前奏で傷ついた沖縄の誇りを取り戻したいと金井が作曲した琉球ラプソディ。タクトを振るともりさんは笑顔を浮かべているようにも見えました。今日特別本当にこの高校生と楽団のメンバーのみんなのエネルギーがものすごかったので、前で踊ってて本当に楽しかったです。こう舞台に立ってるんだけれども聞き惚れてました。ここに来て初めて金井さんが見せたかったというか、生涯にわたってやりたかったことってこういうことなんだろうなと、いろんな人に多分音楽を楽しんでほしいって思ったんだろうなと、その思いこそが金井さんが込めた平和っていうことなのかなと。なかなかね、まだ知られていないから、もっとしっかりとね、金井喜久先生って宮古に生まれて宮古で育ったんだよということをみんなにお知らせして広めていきたいなと思ってます。はい、今日のエネルギーすごかったですよ。わーって、かっこよかった。宮古さんのおかげ、ね、そう準備されたと思う。よくなしなので安受けやです。みんな後に指揮振ってたんですよ。はい、その音色にまっすぐ向き合い楽しんだ出演者たち。沖縄の音楽に誇りを持ってほしい。金井が音楽に込めた思いは時代を超えて島の人々の心に響いていました。
宮古島の観客の方の中には生前の金井さんを知っている方もいて、涙を流しながら聞き入ってらっしゃったということです。さて、金井さんの人生をたどる金井菊子プロジェクトですが、再来年の2026年まで続くということです。特集でした。